数密院における女王、または執行員における女王は、英連邦王国において、執行権の行使に関して、数密院、または執行員の助言と承認により、行為する君主を指す憲法上の用語である。イギリスといくつかのイギリスの王室属領を除く、英連邦王国においては、女王の権限と機能は、総督、副知事、または知事に委任されている。これらの場合、 数密院における女王は、それぞれ、数密院における総督、数密院における副知事、または数密院における知事に置き換えられる。政府という語は通常は前期のいずれかの語の同義語として用いられているが、領域によっては2つ以上の意味を持ち得る。なお、香港においては、1997年7月1日以降は、行政長官会同行政会議がこれに相当する。 実務上、数密院における女王は、ほとんどの場合、内閣による決定に、形式的に効力を与える。内閣は、数密院、または執行院の内部委員会であるが、国王の上級大臣によって構成され、しばしば女王、またはその現地における代理人の出席なく、会議を行う。枢密院における女王によって発せられた命令は、枢密院直令と呼ばれ、これは、 司法審査の対象となる数密委員直令はイギリスの行政委任立法のような第二次立法を実施するためにも用いられる a クイーンインカウンシル a キングインカウンシル a プリビカウンシル a エグゼクティブカウンシル行政局1997年6月30日までの香港における故障 a ガバナージェネラル a ルテナンガバナー a ガバナー a, Governor a. ガバナーゼネラルインカウンシル A、ルテナントガバナーインカウンシル A、ガバナーインカウンシル、総ただ司会同行政局1997年6月30日までの香港における故障。A、チーフエグゼクティブインカウンシル A、オーダーインカウンシル、ハットザクイーンオンザアプリケーションオブ、ルイス・オリビエ・バンクルト、V ザ・セクレタリー・オブ・ステート・フォーホーリン・アンアド・コモン・ウェルス。 Affairs, CEO, 4093, 2004 The Source of the Power to make the order in Council was the Royal Prerogative. neither Her Majesty nor the Members of the Purvy Council.Present that today considered the merits of the order.The Queen Council acts upon the Advice of A Minister in the Present Case The Secretary of State for Holding and Commonwealth. アフェアーズ、reality, インディアリティーザ、オーダーアワズザットオブザセクレタリーオブステートオルゾー、オブコースザクイーンフォアマリーアセンテッドツイット、S5A、スタチャトリインストルメント。ありがとうございます。